イタリア式庭園。イタリア式庭園は、西洋風の庭園の様式の一つである、幾何学式庭園で、テラス式、あるいは、ロダン式庭園とも呼ばれ、丘の中原に配される隠れ家のような敷地の立地条件、庭園敷地が超角形などの形態の、テラススーダンでの構成、上段テラス中央に建物を配して、軸線、ビスタを設定し、左右対称の構成をとる、 多くの人工物を廃して訪れる人々を楽しませる庭園の内部から周囲の風景を眺めパノラマ系を楽しむなどを特徴とし14世紀から16世紀にかけて主にイタリア郊外の別荘ビラ発達した庭園を指す特にルネサンス以来作られていった多くの庭園で全体的に一つの特徴を成した 15世紀に入ると都市郊外に作られた別荘が都市生活にとって重要になる。レオン・バッチスタ・ー・アルベルティ1404から1472はレオナルド・ダ・ヴィンチ1452から1519と並ぶ万能の点とされる。彼は1430年代に教育及び家族の倫理について家族論を表し、この中で別荘における生活の素晴らしさを語る。 ショープリニウス、古代ローマの行政官で文芸を愛した。62から111頃の別荘と庭園を基礎に、郊外の丘に太陽と空気と長めに恵まれた、健康に良い別荘と庭を、余暇の時間を過ごすために作るとい、と提案。汚く、臭く、暗い、健康に悪い都市の住まいから逃れることを説いている。1452年には建築デザインの方法を探求した。 建築論を表す。全十冊にわたる、この書物は古代ローマ時代の建築家ヴィトルビウスの書物を放したと言われている。別荘と庭についても、別荘と風景の相互浸透のために、敷地選定、家屋計画、庭園の策定方法などが書かれている。敷地は、田園風景を眺めることができる、丘の斜面が最適とされ、新鮮な空気、太陽、そよ風を別荘に入れ、 風景画を部屋の壁に描き、花輪や鶴草の絵、モザイクを壁や床に描くことや、家屋は風景を味わえるように建設しなければならない、都市や海、平原や丘の風景を楽しむことは欠かせないことだとされている。庭園は壁に囲まれた空間であり、これは略奪などから守る最良の手段であるが、丘の斜面に作られることから壁を越えて、 庭園の外に広がる風景の美しさを味わうことという、こうした観念は、従来庭園との大きな違いが現れる。その内部は、太陽の光とそよ風の涼しさを十分に味わえることが基本である。樹木は規則正しく植栽される。また、中楼が壁沿いに作られたり、象径が常緑樹で読み取りされたり、小川が作られたりする。また、舗装部分には、風景などの絵が描かれる。 庭園全体の具体的なデザインは記されていないが、それでも、このような考えから庭園が作られたことがわかる。神戸市にある、つまり旧公園、旧ムこり旧、1908年庭園設計、福場隼人本園では広大な、平面幾何学式庭園から続く、丘陵部斜面を生かして上部に、噴泉、カスケード、その周囲に、テラスと、 花壇、階段を排した典型的なイタリア式庭園が作られている。淡路市の淡路夢舞台にある百段園は海を望む一枚の斜面地に百区画の花壇と立体迷路状の階段で構成される。建築家安藤忠雄が設計したイタリア式庭園の幾何学的な部分を洗練し一つの到達した形である。花壇には 世界の菊花植物が植栽されている。千葉大学園芸学部には敷地に傾斜をつけ、さらに後方には複数の植物が混ざった池垣のあるテラス式の庭園をイタリア式庭園と紹介しているが、植物は赤松の品種である多行商など日本のものを用いている。横浜市にある山手イタリア山庭園は、 元イタリア領事館跡地だった敷地で丘の上に位置する。イタリア式庭園を模して水や花壇を幾何学的に廃止整備した公園で敷地内には1993年に山手町45番地から赤屋根のブラフ18番館、1997年に渋谷区から特化立ち屋根を持つ外交官の家が一区復元されている。外交官の家の裏手から遠く港未来の ビル群まで見渡すことができるようになっているほか、花壇は一年を通し多彩な花を楽しむことができる。バラで有名な伊丹市にある荒牧バラ公園の植物園は中央の円形広場を囲むように階段状に庭園が作られている。イタリア式の特徴である立体迷路、テラス状花壇、ベルベデーレ、カスケード等を備え、園内のデザインは列柱や アーチなどの南欧風に統一されている。イタリア式特徴のもう一つ、彫刻のトピックとしては、小便小僧で有名な、姉妹都市ハッセルトから送られた小便小僧像,像など。東京ツインパークスの緑の隣に、イタリア庭園と銘打って整備されている、成形式庭園がある。JR 線路をまたいで、反対側に、イタリア街として計画されて、現在整備中の敷地に隣接する。 つまりこの一角は、イタリアの建築様式のビルや舗装まで、イタリアを感じさせる街並みの整備がされている。庭園は、イタリア式の特徴からすると、隣接する敷地から、この敷地に入る、階段上でキ部分もあるが高台に位置せず傾斜は、なく、大遺跡の列柱や彫刻を置くなどで、ジャルディのセグレトを切り取って配置した庭のようでる。ボスコに模した絵描きには、サイプレスなどのほか。 大山木などが使用されている。イタリア式庭園の一覧を記述する。フランスのルネサンスの庭園は、17世紀の半ばまでに、ルイ14世の治世中により壮大で、より正式なガーデンなら、フランセーズに後に発展した、イタリア風のルネサンス庭園に最初からインスパイアされた庭園スタイルです。1495年、チャールズ8世国王とその貴族たちが、 第一次イタリア戦争、ルネサンス様式をフランスに持ち帰りました。彼らは、王宮のフォンテーヌブロー城、アンボワーズ城、ブロア城、シュノンソー城の庭園で頂点に達した。フランスのルネサンス庭園は、対照的及び幾何学的な植栽ベッド、またはパーティによって特徴づけられました。鉢の中の植物、砂利と砂の道、テラス階段とランプ運がカスケード、 そして記念碑的な噴水の形で水を移動させること、そして人工洞窟、迷路と神話の彫像の像を多用すること。これらが取り囲んでいた斜塔の延長となり、そしてルネザンスの理想とその大きさと比率を説明し、そして古代ローマの美徳を視聴者に思い出させるようにデザインされた。13世紀にイタリアのランドスケープアーキテクトピートロでクレスチェンジーが オーパス・ルーラリアム・コミューディアムという論文を発表、ローマ人によって開始された伝統に従って、庭園のフォーマルな計画、トッピアリーの彫刻、木々や茂みを建築の形に合うよう整えた。フランスのシャルル5世は1373年に、フランス語での翻訳を命じ、新しいイタリア風庭園がフランスへ現れ始めた。もう一人影響のあった作家は1450年に、 ロレンツォでメイリーチのためのドリーデファッカトリアを描いたレオン・バッティスター・アルベルティ1404472で彼は建物のファサードと庭を設計するためにウィトル・ウィウスが示した幾何学の原則を活用家から庭を見渡せるべきであり庭には日陰をつけるための中楼、ブドウの木が大理石の柱の上に伸びるゆりかごそしてわいでない限りカビニア面白い彫像さえも あるべきだと提案。ローマのベルベデーレの庭園のデザインにおいて、建築家、ドナトブラマンテ、1444年から1544年は、宮殿に垂直な長軸を使って、遠近法の考えを導入しました。これは、ルネッサンス庭園の中心的な特徴となる。百九十九年に、ベネツィアで出版された僧侶、フランチェスコ・コロンナによる人気の小説で、 パリファイルの夢と呼ばれる愛を求めて幻想的な地、ポリアへの旅などフィレンツェのボボリ庭園にいるような湖の中にある庭の島というプラットリーノの別荘の公園に出てくる巨人の像、そして迷路のテーマはすべて取り入れられている。パリファイルの架空の航海といったこれらすべての要素はフランスのルネッサンスの庭園にも登場する。1495年にチャールズ8世は ナポリの王国を侵略し、裁判所は、イタリアの宮殿と庭園の税を尽くした。1496年に、フランスに戻ってから、パセロ・ダ・マーカリアーノという名前のナポリから修道士と、庭師を含む22人のイタリアの芸術家を、確信させて、そして連れ戻しました。彼らは、アンボワーズで、トスカーノの脅威を再現することを決心し、王のポッチアーレの夢を実現するために、 町の中心部にある15ヘクタールの円形劇場型の土地を選びました。シャルル8世は、シャトー・ガイアール・アンボワーズの建設を命じ、ドム・パチエッロは、フランスで最初のオレンジの木を紹介し、順応させるためにこの王室の領土を選びました。彼のアーテ・デル・バードのために、芝生、花壇そしてセッティングを作り出し、フランスで初めて、イタリア風の庭園を紹介しました。 彼は自分の革新のための実験室としてチャーテアウ、ガイアール・アンボイセを活用しました。彼はクロード女王と呼ばれる新種の梅を作り、そして木のプランターボックスとしてハーフバレルのような非常に特殊なテクニックを使いました。チャーテアウ、ガイアール・アンボイセの庭園は中世の修道院庭園と将来の正式なフランス庭園の間のミッシングリンクとなっている。ドーパセロは イタリア風のより木細工の庭の小さな正方形のピースを並べ替え、次の替えてヒーラギを使って植栽を彫刻のように仕立てた。16世紀初頭には同じくフランスを訪れてレオナルド・ダ・ヴィンチと出会ったフランシス一世王がブロア城の古い壁に囲まれた三つの異なる木座橋のテラスに新しいスタイルの庭園を作成。庭には花の部分のほか 箱の中にオレンジやレモンの木を含む様々な種類の野菜や果物が生産され、冬には室内で栽培がなされました。未だ残る草花や菜植物を保護した建物はフランスで最初のオランジェリーと言えた。庭園は現在のプレイス・ヴィクター・ヒューゴの場所と鉄道駅の場所にあった。庭園の最後の後は1890年に、 アベニュー・ビクター・ヒューゴの建設によって取り壊される。ほぼ同時に、マーガリアーノは、ヘンリー四世時代の大臣、ジョージス・ディ・アンボイセス奇鏡が所有していて、チャーテアウデー・エガイオンは、庭園もデザインを担当。中世の古い城の下の様々な木座橋に建てられた、庭園は、花や果樹が一部に植えられていた。庭の入り口にあるパーティは、フランスの紋章を花で飾る。は、馬。 船、鳥の形をした男性の形に整えられた。それはまた大理石の印象的な噴水で装飾された。1511年から1524年の間に、ルイ12世とフランシス一世の国務長官、フロリモント・ロバートによって、ベリー・城の庭園が建てられた。ローバーテは、フューズーラにある名立地の別荘を訪問し、そこで見たテラスガーデンを再現したいと考えていた。 城の伝統的なデザインから離れて、城はその庭園と密接に統合。訪問者は、城の内側にある、正方形の庭園を通り抜け、城の裏側にある二つの幾何学的庭園に出る。噴水で装飾され、木製のギャラリーに囲まれていた。数軸は、庭の向こう側の入り口から礼拝堂まで行くという、イタリアのルネッサンス様式の庭園のように、ベリーの庭園は、 ブロワの森の素晴らしい景色と共に丘の端に位置していた。シャトーの宮廷の真ん中にローバーテはフィレンツェ共和国から彼に渡されたミケランジェロのダビデの聖堂のコピーを置いた。フランス岬の王の狩猟保護区であったフォンテーヌブロー城は1528年からフランスのフランシス一世によって創設されました。庭園には噴水、パルテール、 フロバンスからもたらされた松の木の森、そして1541年にフランスで最初の人工洞窟がありました。キャサリン・デ・メーディチはローマのベルベデーレを飾った彫像の銅でコピーを注文しました。ミケランジェロの頼りにヘラクレスの像は湖の庭を飾った。1594年にヘンリー四世は橋で噴水の裁判所に接続された湖の中に小さな島を追加しました。 シュノン草城には二つの独立した庭園がありました。一つは1551年に大規模な大流と水の分離を備えたヘンリー二世のお気に入りのダイアンドポワ庭園に、1560年にはカトリーヌドメディチのために作られました。シェール川の上にあるテラスで中央に流域があり、区画に分かれています。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。